私よ、私。わからないの？可憐で優しい。あんたは相変わらずね。雰囲気で。どんな雰囲気かって？突然呼び出した。だから、あ、そういえば、GGO どころか、数年前に、一人の若き手。そして、VRMMO。多くのゲーマーは、でも、それは正解だったと思う。HP がゼロになった。プレイヤーたちは今日 SAO 事件、安全性を確保。妖精たちが空を舞う ALO、 SAO サーバーを元に立ち上がった新たな。そして何者、ここ、ガンゲームコイン現実。まあ、あんたにつき合う。そういう、それに頑張って。あっ、あの人も大会に。そんな不思議そうな顔しないでよ。もうどこに注目。あの人はの、すこ、いや、君たちも。あ、はい。クレハ君だよね。え、あちこちのスコードローンを。あ、ありがとうございます。そこの君は私の幼なじみ。初日から大会に。初めまして。面白い戦いを。いつきさんはすごいけど、準備はいい？好了，现在开始吧，现在是教学时间。一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただったらすぐに慣れるわよ。せっかくだし、ダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。視線に違和感がないか周囲を見渡してみてね。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。いい感じね。パッティ全部上昇。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみてね。その調子よ。敵がいるわ。Okay, okay, let's go. ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実戦ね。倒してみて。やめとる。おお、ルダワン。はい、じゃ。すごいすごい。リグ。このボックスはバレットボックス。ここで弾薬。うまいうまい。はい、里面子弹。第二条門開了。其实门就这样罢了，应该没了。好，没了。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは実際に見てもらった方がいいかも。エネミーと戦って実際に体験してみて。やるじゃん。お疲れ様。出産。どうでしょう。行くわよ。トレジャーボックスだ。看一下这边周围有没有人。トレジャーボックスってトラップが。それじゃ階段を上がって先に進みましょう。这个应该是加什么技能的了。
パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。あのプレイヤーとは戦闘になりそう。プレイヤーはエネミーと強敵だから気をつけてね。あんたの武器だったら走りながら撃つのが手を貸してくれ。相手の弾が当たりづらくなるから走ることがかなり重要よ。入った。我还要自己理会啊，我拒绝，后面还有箱子。あの扉、いかにもって感じよ。下面就是打副本的地方。哦，是。よく注意して行動した方がいいよ。あたしが教えられるのはこれくらいかな。うん、初めてに。GGO の基本的な戦術さ。あれ、君たちは隙を見て逃げるわよ。リツキさんの仲間なら。クレハ君はともかく、ニュービーの正解。君たちも計画実に。退屈気だから見逃す。まさか。そうだもん、この奥に少しだけど、もちろん倒して。どうする、悔しいけど今の私たちじゃ五木さんに。いいね、冷静な判断だ。分かったわ、エネミー。分かってる、僕は。あ、ちょいだよ。这样就搞定了。なんとか勝てたわね。ああ、この先私たちは別。実は僕不自由だから。わかりました。左还是右呢？哪右呢？好，结束了。Yes， 往上等。さっきはなんとかうまくいってよかったわ。伊月さんは人気者だけど、やっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。ほら見て、おっと、大体こういう装置を操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。あれ？怎么了？发生故障了？落ち着いて！ワープゲートよ！すぐに追いかけるから動かないで！我会去到哪里呢？好，我要转移到第二地方了。
就是那个地方，里面该不是人吧？这一次里面选选一个女的吧，中等 OK， 身高就不用了，发型眼睛七号，啊，这个那个女主角的发型啊，觉得 OK。白就放女主角的发型，这样简单。每次要放什么？放什么名字好呢？好吧，就放一个我的名字吧。喂 Hong， 好，就放这个名字吧，用我朋友的名字。怎么了，头发？ごめん、キリト君。大丈夫だはずな。問題ない。
把猪脚。話を聞いてくれ。俺たちはもう戦うつもりはない。残念だけど間に合わなかったからな。間に合わなかった？何を言っているの？すでにそこのアバシスはマスターと認めたようだし。刚才我在理装。この子がレアアイテム。なあ、正確にはこのレアすぎて情報がほとんど出て。残念だったね、キリト君。キリト？キリトでいいよ。キリト君、もう悪いよ。名前はランキングで何番？哎呀，我搞错了啦，那个男主穿的跟女主角一样。私はアファシ、この人が私のマスターです。現在メイ。え？そんな！やっぱりな。だから倒しても無駄だ。よくわかったね、キリ。アファシスがマスターと呼んでいたからさ。ん？ちょっと、なんで勝手にマスター登録しちゃったのよ。あんたのものは私のものでしょ。言い訳したって無駄なんだから。ああ、まあよし、あん、そういうことにしてあげるわ。アンプレハはマスターの上位者、認識しました。よろ、じゃあ俺たちはこれで。まだ時間は残っているし、せっかくだから優勝くらいはしとかないとな。商品も豪華らしいよ、キリ。あ、あの、私絶対に飛ぶナイス。それと君、いい名前だな。一つ聞きたいんだけど。君、なるほど、うん、君とは気が合いそうだ。またね、アガシスちゃんの、バイバイ。ゲームシステム起動。90100システムチェック、オールグリーン。マスター、私の名前を決めてください。変更は可能ですが、変な名前をつけたら爆発します。それは仕様です、マスター。タイプ X はそれぞれ個性がある優れたアンドロイドなのです。それより早く名前をつけてあげたら。これからずっと一緒に連れ歩くんだからね。登録完了。想定よりいいセンスで安心しました。うん、いい名前じゃない。初めて名前をくれたマスターにはプレゼントをあげます。他在手上放拿了什么？アルティメットファイバーガン。長っ。倉庫に埋もれていました。経験値、経験値という情報が。それってまだ実装前の武器ってことじゃない？そうです、タイプ X はすごいのです。上楼梯回去。UFC が刺さるところは発射前にレティック、あれ、そうですね、レティックです。つまり構えた時に出る照準の色で分かります。まずはあの、おお、这个非常好。 UFG を当てると動く仕掛けが成功なのです。哦，这样好玩啊，可以这样子，试看。哇，这个蜘蛛侠这样。空を飛んでいるエネミーに UFG を当てるとダウンさせることができちゃうので、さすがマスターなのです。ダウンさせたエネミーに UFG 成功なのです。これで UFG はバッチリですね、マスター。
ちょっと人がせっせと上り下りしてたっていうのに、ずいぶん楽しそうにひょいひょいと移動してくれるじゃないの。他の機能のことはどうであれ、移動のことを考えると正直かなり羨ましいわ。他们终于可以逃离啊。マスター、お疲れ様です。これでパーフェクトですね。面白い武器ね。今度私にも貸してよ。タイムアウト。参加者は戦闘を停止してください。以降の戦闘結果はポイントに反映されません。繰り返します。タイムアウト。参加者は戦闘を停止してください。キリトさんたちは何位だったんだろう。すごい。でも今日の本当の勝者はきっとあんたね。タイプ X 以上のレアアイテムはありませんよ、多分。なので大事にしてください。さあ、もうすぐ自動的に SBC グロッケンに転送されるわ。戻ったら打ち上げよ。はい、完成任務。いや、クレハ君たちも生き残っていたんだ。あの後どうなったのか心配していたんだよ。僕の方はトラップだらけのルートでさ。中、どういうことだい？あの分かれ道の先に何かあったのかな？私です。君はプレイヤー。一部訂正を。まった。マスターはクレハ君？ちょっと、いろいろ。おかえり。ここで待っていれば来ると思ったんだ。よかったら一緒にお疲れ様パーティーをしないかなと思って。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アバシスの話も聞きたいし、どうだろう。あれ、君は。どうも、貢献使い。君はキリト君の友人なのかい？なるほど。よかったらいつ。残念だけど君たちはどうかな。もちろん参加するわ。キリト、アスナ、イベント大会優勝。もう一打パルロドペル。パパ、ママ、おめでとうございます。ありがとう。超レアなアファシスを手に入れた。みんな俺の仲間だ。詳しくは今度紹介するよ。わあ、美人さんなんですね、アファシスって。全部都全部SA そう、おねる配角全部在我的边。はじめまして皆さん、私はアファシスの太平女主角了。有两个女主角。型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ、好きな。マスターがくれた名前は特別なのです。うわー、羨ましい。ジージー王に来ても変わらんな。そうだね。わかりやすくていいんじゃない。レイちゃん、よろしくね。レイちゃん、承知しました。皆さん、よろしく。パーティーにお誘い。マスターがお留守の時でも。へえ、俺は俺専用の顔だから。お前はそこでがっつくから縁がねえんだって。それじゃあ、アファシスゲット、おめでとう。おめでとう。早速噂になっているぜ。情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。へえ。キリト君、友達の情報ね。え、あ、へえ。その武器って見たことない。二次層の。はい、多分。確かに移動サポート機能。エギル、ゾラマ、まったく昔から運はいい方よね。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってる。うん、私は基本。あの、もしよかったらお友達。賛成。みんなでお茶歓迎するわ。ありがとう。男の人。そうなの、クレアの気持ち。うん、あたしっかり目標を持っているんだね。うん、
私もお手伝いできることがあったら何でも言ってくださいね。みんなありがとう。だからこうやってみんなと知り合えただけで十分幸せというか、なんか私まであんたのラッキーをもらっちゃったみたい。今日はとっても楽し…おい、ちょっと外に行ってみないか。急にパーティーに誘って悪かったかな。想像しくてびっくりしただろ。口が悪いのもいるけど、みんな気のいい連中だし頼りになる。君ってさ、ソロタイプだろ。そりゃ昔の俺みたいなフレンドゼロとは違うだろうけど、君がアファシスをか、俺はどちらかというと、それでも考える前君もそんなところがあるように見えたんだって。全部俺の勝手な考え。それならいいけど、一つ聞きたいんだけど、いいかな。仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、VR 空間はまがいものだっていう人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今、ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ？やっぱり君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ仮想世界へ。